はい、またまた来ましたペンローズステートパークでございます。今日は4月30日この潮干狩り場のシーズン最終日でございます。今日はもちろんアサリとか取るんですけど、あとここの場所大潮のすごい潮が引いた時にしか出現しないちょっと陸みたいなところがあるんですけど、そこが今日潮がすごい引いて出てくるので、そこでミル貝を狙いに行きたいと思います。ミル貝が取れるの今指で刺してるあそこの先の方ですね。まだ今潮が引いてってる最中なんですけど、もうちょっと時間が経つとあそこら辺にもっと陸が出現してそこでミル貝取れるんで、後ほどやってきます。潮を引くのが待ってる間はいつも通りアサリを取っていきます。てなわけでアサリは40個リミット確保です。これからミル貝に移行します。アサリを取ってる間にだいぶと潮が引いてあそこの先の方まで陸が出現しました。今からあそこに行ってミル貝を取ってきます。はい、てなわけで歩いて出現した陸の先まで来ました。駐車場とかさっきアサリ取ってたのもうずっとあっちの方です。今からここでミル貝を探して掘ってきます。今この出現した陸地で貝掘りをしてるの俺と夫しかいねえ。うちらで取り放題ここはホースクラムって言って本ミル貝とあとグイダックっていう白ミル貝だっけが取れるんですけど、自分はホースクラム本ミル貝の方が好きなんでそれをメインで探していきたいと思います。探し方なんですけど、こんな風に地面にポコって穴が開いてたまに首出してベッて水入ってたりするんで、それを見つけたらそこを狙ってきます。なんか前に教えてもらったのが、この触った時に口が硬いのがホースクラムで柔らかいのがグイダックの可能性が高いみたいです。こうやって掘ってるうちにどんどん水が出てくるんで、結構掘り進むにつれて探すの手こずります。掘ってるにつれて横の壁がどんどん崩れてきて穴が埋まってしまうので、こういう底の抜けたバケツを用意しておくと結構役に立ちます。これを掘っている穴にゴーン詰めて、これでどんどん掘り進めていきます。トンネル開通方式ですね。取れた。やったやった。取れました。一個ゲット。はい、これがホースクラム本ミル貝です。サイズは自分の頭と比較するとこんな感じです。結構大きいです。リミットは1人
ホースクラムは7個までなので、なるべくリミット取れるように頑張ります。体力が続く限り結構重労働なんですね。これ俺が最初の掘ってる間に夫がもう一つ見つけてマーキングしておいてくれたんで、今度はここを掘ってきます。これは掘ってるうちに見失ったんで破棄します。これからちょっと穴埋めます。残念。よいしょ。もう遠い時もある。次はここを掘ります。あ、取れた。あ、出た。お、いった。2個目。よっしゃ。ゲット。2個目です。はい、なんだかんだで。次は3つ目を狙ってて、多分これ手で触れるところに今あります。出てこねえかしら、この状態。よいしょ。だいぶグラグラしてんだけど、夫とチェンジしました。もうだいぶグラグラになってるでしょ。なんだ、すぐじゃん。あ、取れた。なんで。ウニするとさ、取れるんだよ。おー、素晴らしい。いいね。いいね。はい、これで3つ目。いや、3つやった。あ、俺3つ目だ。あと4つ。体力が。そんなにでかくないこれ。これも仲間だね。この反対側から。うん、ついてくる。そこでグラグラするのが。3人で2時間ちょいぐらい掘り続けて、こんな感じです。何個ぐらいだろう、10個ぐらいあるかな。はい、もう今日は体力ないし、これからもう塩がまた満ちてくるんで、これで終了です。これで家帰って食べます。掘ってる間に天気がすごい晴れて、景色がもうすごい綺麗です。もうこの浜辺は今シーズン今日でクローズなんで、またこれができるのは来年です。